どんな抱負で？秋の月、免許取ってからレベルで一人で出かけたことがないので、うん、ソロツーするぞー。お。あ？お。ライダーズカフェ目指して行こうかなと思うんですけど。で？え？オチがいるで。ステッカー作ったやんか。うん。うん、あれをですね、貼ってくる、そういう旅です。お。何個貼ってくる？じゃあ24個のステッカーを秋之助は貼ってくると。おはようございます、くっちです。おはようございます、秋之助です。本日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。本日は秋之助のレブル1100と任線でツーリング中です。はい、目的地は秋之助どこですか？ライダーズカフェのどこや？どこや？さてどこでしょう？はい、どこでしょうというライダーズカフェに行ってステッカーを24箇所貼ってもらうと、それの今日は第10弾。あ？あ？あ？3月になりましたけどね。はい、今日は3月の4日ですが、はい、第何弾？2弾。第2弾。3月の4日ですが第2弾です。12ヶ月しか1年間はないのですが第2弾です。3月で。ということで3月で第2弾の、秋之助のステッカーを貼ってもらいたいというのでライダーズカフェさんに向かっております。どこのライダーズカフェに行くかは乞うご期待。まあでも風景で分かる人は分かるんかな。分かる人は分かるんだろうね。青缶があるので。あの青缶見れば、だいたい、どこか分かっちゃうと思います。とりあえずはそれレック押そうぜ。押せる？うん、そう押すだけ。ホットやつくつく。つくぞ、ホットやつく。うん。また勝手につくからいい。無視。無視。見るなよ。裏ミッションは諦めて。何で裏ミッションって。一人で行くっていう。諦めた。安全がね一番なんで、うん、無理に行くよりはちょっとまずこう乗るのになれようと。まずまずな。なんでその今日垂れ目なの。垂れ目？何が？知らんけど今日垂れ目。なんか押されとん。知らない、なんか狸みたいな顔してる。さっきしがらき焼きみたいなのがいっぱいあったけど。どういうことやねん。狸がいっぱいおった。あ、そう。はい、看板には十津川温泉。ハニセの吊り橋。ハニセの吊り橋渡るか。お、前にレブルちゃうか。レブル。あ、レブル。前はレブルって書いてある。うん。ゴールドウィン。うちのこと一緒や。でも右に傾いてる。よう分かるよその気持ち。じゃあ右にサイドバックつけてないからよそれ。今日のね、ライダーズカフェさんは、ツイッターのフォローはしていただいていたので、奈良の南部にツーリングに行くから、うーん、さんでお昼食べるかねと送ったら、お越しをお待ちしておりますと言われたので、行きたいと。嫁と一緒に行きますと返しておきましたと。なんか、ノリのいい人だということが聞いてますがね、前はね、何度か通ってるけど、初めてお店には行こうかなと思います。はい、あー、すげえな。すごい、絵に描いたような田舎の、うん、絵に描いたようなバイクの走り方してる。どうよ。ずーっとまっすぐ体が。お前ゴールドウィング乗ってんのか。しなやかやろ。いや、全然なんかもう人形がフィギュアが上に乗ってる感じ。ま、曲がるようになった。だいぶ楽になった。いつも動画上げたの。上げてませんよ。上げてませんね。もうそろそろかな。もうそろそろやで。もうつくで。もう左側に見えんで。はい。はい、皆さん分かりましたかね。場所はもう有名なライダーズカフェです。お前通り過ぎんなよ。どこですか。左手に見えるから。わか、
かからないかもしれんな。あれじゃない、あれじゃない、左左、あれちゃう、それ違う、あ、そっちかな、それや、これや、営業中、これや、そう、砂利やから注意やで、そうで、入りいいや、そのじゃ、とりあえず入った、とりあえず入りいいや、私その左のところで止めるから。危ない、危ない、何何何、びっくりするからやめて。こっちやで。手ひねっちゃった。なんで？よし、よし、到着。相葉到着。大岡さんなの待っとけよ。ほんまに大岡さんの。お前店入れてね。砂利って怖いやな。砂利って怖いんやで。はい、解いて。テーブル抜けよ。どんだけこの低い車高でシートだからこれを擦るね。到着です。はい、フォトライダーさんです。今、ステッカー貼っていいかお話ししまして OK 出ましたんで貼らせていただきたいと思います。できました。どうでしたか印象は。もうお店の人がめっちゃ明るい人でした。そうですよね、楽しかったです。ライダーさんも多かったけど、まあ普通のお客さんも来れる、別にライダーでのところで見たら空気は全然ないので、うん、まあ168号線谷瀬の吊り橋方面に行った場合はお寄りください、はい、お寄りください。車も全然入れます。はい、まあ、我々もまた寄せてもらおうと思います。はい、思います。はい、じゃあ、秋之助のステッカー貼ってもらう企画第2弾、うん、元ダイナーさん成功です。イエーイ、次はあなたのカフェに行くぞ。行くぞ。じゃあ本日の動画はここまでさせていただきます。はい、面白いと思った方チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは完全に完全にカーブが急やった。カーブが急や。ご安全にご安全にご安全に秋之助ご安全に。めっちゃバイク倒れてます。